トーマスマン、パウルトーマスマン、ポールトーマスマン、1875年6月6日から1955年8月12日は、ドイツの小説家。リューベックの富裕な商家に生まれる。当初は実家を学んだが諸女小説、転落が認められて、文筆を志し、1901年に、自身の一族の歴史をモデルとした長編、ブテンブローク家の人々で、名声を売る。 その後、市民生活と芸術との相国をテーマにした、トーニオ、クレーガー、ベニス・ニシスなどの芸術家小説や教養小説の傑作、馬の山を発表し、1929年にノーベル文学賞を受賞した。1933年に、ナチスが政権を握ると亡命し、スイスやアメリカ合衆国で生活しながら、聖書の一節を膨大な長編小説に仕立てた。 ヨセフとその兄弟、ゲーテに藩を求めた、ワイマールのロッテ、フーストゥス博士などを発表。終戦後もドイツに戻ることなく国外で過ごしたが、ドイツとドイツ人などの一連のエッセイや講演で、ドイツの文化に対する呪問を続けた。兄、ハインリヒマン、長男クラウスマンも著名な作家である。トーマスマンは1875年、中世には、 ハンザ同盟に属していた北ドイツの商業都市、リューベックに生まれた。マン家は18世紀末以来この地で商家を営む、豪商の家系であり、祖父ヨハン・ジーク・ムントマンは、オランダ名誉領事及び、リューベック市民代表、父トーマスヨハン・ハインリヒマンは、資産次会議員として市長に次ぐ地位にある、要人であった。母、ユーリア・マン、旧名ユーリア・ダシルバイコール・ブルーンスは、ブラジルで、 貿易商を営んでいた娘であり、ポルトガル系ブラジル人を母に持つ、異国的な風貌の女性である。ヨハン・トーマス・ハイン・リヒマンは、彼女との間に三男事情を設け、作家・ハイン・リヒマンが、長男、第一子、トーマス・マンが、次男、第二子にあたる。なお二人の妹ユーリア、1877年から1927年、カルラ。 1881年から1910年は結婚後ともに自殺している。マンの両親は読書家であり、マンは国内外の小説や童話をはじめとする多くの書物に触れて育った。1882年に当時の上流家庭の子息が通うドクターブセニュースの予備高等学校に入学。1889年にカタリーネウム高等学校、ギムナジウムに 入学、兄が大学入学資格の取れる都がに進んだのに対しマンは実家コースに進んだ。しかしマンは優れた成績は残しておらず、予備高等学校時代には六年目に落第、高等学校でも二年落第を受けている。一方試作は早くから始めており、高等学校時代に教室で学んだシラーの使とカルロス、またリヒャルトワーグナーの楽曲に感銘を受けた。 1891年、漫画16歳の時父ヨハンが死去し、前年に設立100年を迎えていたヨハン・ジーグムントマン、紹介が解体する。一家は屋敷を売り翌年未運ンに移るが、マンのみ、実家修了資格を取るために2年間リューベックに残った。1893年、同級生を集めて5月と7月に、校内雑誌、春の嵐を作りしや、 三分数編を寄せる。1894年3月、兵役を一年で終えることができる、志願兵資格を得られるだけの学級を終えた、ため高等学校を中退、一家の松ミューン編に移った。1893年4月よりマンは、南ドイツ火災保険会社の見習いとして働き始め、その方ら小説作品の執筆を続けた。10月、諸女作品となる。 短編小説、転落が、ライプツヒの文芸雑誌、社会に掲載され、この作品によって、ジョ,ジョ詩人、リヒャルト・デーメルから、三次の手紙を受け、万は筆によって立つことを決意、保険会社を辞して、ミュンヘン工科大学の聴講をしながら、作品の執筆を行った。この頃に、ショーペンハウアー、ニーチェの哲学に興味を持つ、1896年より、幸福への意志、 原滅、ショーフリーデマン氏、ルイスヒエンなど一連の短編作品を発表。1898年に最初の短編集、ショーフリーデマン氏が出版される。1897年夏、マンは兄ハインリヒと共にローマに滞在し、兄弟で合作絵本などを作っているうち、一家の歴史を題材にした小説を共同で書くことを思い立った。この思いつきに兄は、 次第に興味を失っていったが、マンはその後多数の親戚を訪れて、証言を取り、10月に執筆に取り掛かった。2年半の執筆期間を経て1901年5月、11部から、なる長編、ブテンブローク家の人々が完成。翌年10月に出版されると広く、読者を集め、第一次大戦前までにはデンマーク語、スウェーデン語、オランダ語、スウェーデン語、 チェコ語に訳されるベストセラーとなった。ブテンブローク家の人々は、その後1929年にノーベル文学賞を与えられた際に受賞理由として挙げられている。1903年代表作の一つ、東仁をクレーガー発表。1905年、ミュンヘン大学に勤めるユダヤ系の数学教授の娘で当時学生だったカタリーナ・プリングスハイム、愛称カティア・カチア、または、 カトヤ・コテアと結婚。その後、彼女との間に、エーリカ、クラウス、作家、ゴーロ、歴史、カ、モーニカ、エリーザビト、ピアニスト、ミハイル、バイオリニストの6子を設けた。マンは朝9時から3時間を執筆時間に当て、マンカではこの3時間を魔術師の時間と予備静寂を保つように努めたという。1910年、ミュンヘンでグスタフ・マーラーの 公共局第8番初演を聞き、マーラー自身と知り合う。翌年、マーラーが死去した直後に、ベニスを旅行。1912年に、マーラーの死に触発されて書かれた中編、ベニスに質を発表する。1912年、夫人カタリーナが肺病を患ったためスイスのダボスに、あるサナトリウムで、半年間の療養生活を送った。この年の夏見に訪れた 夫人から聞いた体験や総話をもとに小説を書くと、思い立つ。当初短編小説のつもりだったその作品は、その後12年の間書き続けられた後、魔の山として発表されることになった。1914年に第一次世界大戦が勃発。マンはこの大戦を文明に対する文化としてのドイツの戦いと位置づけて、ドイツを積極的に擁護したが、この立場は、ロマン・ロランや、 実の兄ハインリヒマンから藩を受け、一時兄弟で仲違いをすることになった1922年に和解。1915年より2年の間、非政治的人間の政策を執筆、共商国フランスの帝国主義的民主主義に対し、反民主,主義的不平等人格主義のドイツを擁護して論じた。1918年にドイツが敗戦すると、マンはドイツにおける、 市民社会の代弁者として各地で講演に招かれ、1923年の著作、ドイツ共和国についてで、バイマル共和制への支持をドイツの知識層に呼びかけた。1924年、魔の山発表。1926年より、ヨセフとその兄弟に着手。旧約聖書の一節をそれだけで図書館が立つと言われるほどの膨大な資料をもとに、 長大な小説に仕立て上げたもので、その後幾度も中断を経て1944年まで書き継がれた。1929年、ノーベル文学賞受賞。翌年に受賞第一作となる、マーリオと魔術師を発表する。1930年前後より、ナチスが台頭すると、マンは国家社会主義の新聞に対して論人を張り、1930年には、 ベルリンで講演、理性に訴えるを行いなチズムの危険性を訴えた。またこの講演では労働者階級による抵抗を励ますと同時に社会主義と共産主義への共感が増していることを表明している。1933年1月30日にヒトラーが政権を握ると兄ハイン・リヒマンと共にドイツアカデミーを脱退。2月23日から夫婦で スイスに公園旅行中に、ベルリン国会炎上事件が起き、ミュンヘンにいたジョーナン・クラウスから助言を受けてそのまま、スイス泊まる決意をする。1936年、マンは、ドイツ国籍及び、ドイツにおける財産を奪われ、自宅に残してきた、日記、書簡、資料やメモ類を永久に失った。1933年秋、マンは、 スイスのチューリッヒ近くのキスナハトに住居を定めた。1935年の満60歳の誕生日もスイスで盛大に行われ、出版社から送られた祝詞集にはアルベルト・アインシュタインやバーナードショー、クヌート・ハムスンなどからの手書きの言葉が寄せられた。同年ハーバード大学名誉博士を授与される。1936年11月、チェコ国籍を取得。 1937年、スイスにおいて、雑誌、尺度と価値、マスウントワートを創刊。1940年の廃刊まで同士で、ハンナチスの論人を張る。1938年、アメリカに移住し、プリンストン大学客員教授に就任、後に名誉教授。対戦中のアメリカでは、ドイツ、オーストリアからの亡命者を支援した。1939年、 長編小説、ワイマルのロッテをストックホルムに亡命中のフィッシャー社より観光。文豪としての名声を得たゲーテと彼がかつて若きベルテルの悩みのロッテのモデルとしたヤルロッテブッフとの再会を描いており、後に作品の一節をニュルンベルク裁判でイギリスの裁判官がゲーテ自身の言葉として引用したことが問題となった。1940年6月、 フランス降伏後の緊急救出委員会に協力。10月より BBC 放送を通じて毎月定期的にドイツ国民にナチスへの不服従を訴え続けた。しかし国外で浮遊な生活を送りながら反独活動をしたことは戦後ドイツでマンに対する賛否両論が起こる原因となった。1941年1月、ルーズベルト大統領の品格として ホワイトハウスに滞在。4月にカリフォルニア州パシフィックパリセーズに家を建て営住を決める。1944年6月アメリカ市民権を取得。1947年長編ファウストス博士を発表。40年以上前の短編プランをもとに着手されたもので自身の芸術と文学に対する集大成を行った。1949年に フランクフルトアムマインより、ゲーテ賞を受賞。1952年6月、パシフィック・パリセーズを離れ、ヨーロッパ各地を巡った後12月に、チュ中立ヒ南隣のキルヒベルクに移り住む。この年レジオンドヌール賞校十字賞を受賞。1953年、22年ぶりに、故郷リューベックを訪れる。1954年、詐欺師、 ックスクルルの告白回想録の第一部を出版。1955年3月、リューベック名誉市民、及びベルリンドイツ芸術アカデミー名誉会員に選ばれる。5月には、フリードリヒシュラー大学名誉博士号を贈られ、ドイツシラー協会名誉会長となった。6月には80歳の誕生日を記念し、東ドイツで全州が観光。チューリヒで行われた。 祝賀会で全集が手渡され、フランスからの祝詞集には、バンサン・オリオール大統領、ロベール・シューマン外相、シュバイツァー、ピカソ、ロジェ・マルタン・デューガール、モーリアック、マルロー、カミュラが言葉を寄せた。この年の7月、オランダで病に倒れ、中ッヒ修立病院へ送られる。8月12日、心臓肝上動脈血栓症により、同地にて死去。遺体は、 キルヒベルクに葬られた。埋葬式に数百人が集まり、ヘルマンヘッセが別れの言葉を述べた。日本での初翻訳は1910年、明治43年に帝国文学第16巻9号に掲載された、林久夫役による短編、タンス。現在では普通、衣装とだのと訳されるであり、単行本では1927年、昭和2年に、 日の早を、稔よし早をの訳による、トーマス・マン・タンペン集、トニオ・クレーゲルが初である。以後多数の翻訳が出ているが、1940年に、観光開始した、ミカサ処の全集は、戦時中に、適正作家とみなされたため、中絶を余儀なくされた。その後、1971年から1972年に、 新潮社から全12巻の全集が刊行されており、全作品と代表的な評論、及び主要な書簡が収められている。また万の日記は、死後20年間開封するべからずとの本人遺言に、従って1975年に初めて開封され、ドイツ本国では全10巻で刊行されている。日本語訳版は、紀の国や書店で、1985年から順次、 刊行されている十巻目が2016年に刊行した。万から影響を受けている作家には、三島幸夫、吉行淳之介、北森夫、大江健三郎、辻国らがいる。三島は国文学賞は四45年5月臨時増刊号で、三好由幸夫との対談において万からの影響を語っており、万によって初めて西欧的な人間論にぶつかったと述べた。 またドナルド・キーインによれば、三島は自身の代表作、金閣寺の文体を、王外プラストーマス・マンだと述べており、キーインは、暁の寺ーーにも、魔の山からの文体的影響を指摘している、伊藤美とも気候、中央公論者。北は学生時代から、マンの作品に親しんでおり、北森夫というペンネーム自体が、東ニオ・クレーガーから由来したものである。彼のデビュー作、幽霊は、 トーニオ・クレーガーから代表作、ニレ家の人々は、ブテンブローク家の人々から、それぞれ強い影響を受けている。辻も、学生時代から、万の小説を愛読し、パリに留学した頃には、ブテンブローク家の人々を制読して、文章ごとにカードを作って、作品の構成や手法を、徹底的に研究したという、パリの手記を。また、ファウストゥス博士も、不都語訳をもとに研究し、 万論ンンを岩波書店で出している参考文献を参照。新潮社版全集、初版1971年から72年、第二冊1975年から77年、1980年代後半以降の観光のみ、シルス、トーマスマンの故郷リューベックの面具街に、がある。かつてマン家が、この場所に住んでいた。建物自体は、 第二次世界大戦で破壊されたが、これを後に再建し、トーマス・マンと兄・ハイン・リヒマンの記念館としたものである。1階には、マン兄弟関係書籍が展示販売されており、2階は、ハイン・リヒマンの3階は、トーマス・マンの展示場となっている。リトアニアの二段にあるトーマス・マン博物館では、マンの装甲などが展示されている。この博物館の建物は、 かつてマンが過ごした別荘を利用したものである。また、中立飛行家大学にトーマスマン資料館があり、総工、著書などの資料を収蔵している。現項目は主に村田、トーマスマンを参照している。近親者による電気、改装を楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。